皆さんこんにちは。心理カウンセラーの則滝健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日もですね、非常に重要なテーマを、お話ししたいなと思います。今日はですね、解剖医や報告医が荒れと死亡の因果関係がありとして報告したとしても、すべて厚生労働省の専門家による評価は評価不能になるということについてお話をしたいなと思います。これずっと昨日の動画からも、つながっていることになると思うんですが、昨日ですね、河野太郎さんのブログの件を、ちょっとね、取り上げさせていただきました。ネット上のデマについてというね、太郎さんのブログがあったと思うんですが、その中で一点僕が問題定義しました。まあ、いろんなね、言いたいことはあるんですけれども、言いすぎると消されちゃうので、まあ、ここに関してということで、お話ししたのはね、河野太郎さんのブログにもこう書いてあるんですね。あれを摂取した後に亡くなったということは、あれが原因で亡くなったということではありませんということをね、ずーっと河野太郎さん言ってるんです。はい。なので、今現在、厚生労働省には死亡報告件数、あれのね、摂取後の死亡報告件数として1919件だったかな。1900人以上の方が、報告として上がっているんですが、未だにですね、あれのせいで亡くなったとして、こう認められた件数というのは、0件なんですね、うん。健康被害救済制度という制度では15件認められているんですが、厚生労働省の専門家の評価としては今のところ0件なんです。1件も認められてないんです。なので一応国としてのスタンスとしては、あれのが原因で亡くなったとして、まあ、評価された人は今のところいませんよということなんですね。はい。なので、で、なぜこういうことが起きているのかということなんですが、これね、以前僕が、ちょっとこれも動画で取り上げさせていただいたんですが、名古屋大学名誉教授の小島誠二先生がですね、昨年の11月25日に、行われた超党派議員連盟の勉強会がありますよね。たびたび話題にさせていただいておりますが、その勉強会の中で、小島誠二先生が厚生労働省の職員さんに対して、このことに関して突っ込んでるんですね。一体誰が評価してるんですか？ね。アルファ、ベータ、ガンマという、評価の仕方があるんですが、この三つ、アルファっていうのは、アレと死亡との因果関係が否定できないもの。否定できないってことは、アレのせいで亡くなったという因果関係が分かったものというものですね。それは今のところ0件なんです。で、次がベータ。ベータは、アレと死亡との因果関係が認められないもの。要はね、全く違いますよっていうものですね。それがもう 1% 以下です。そして、ガンマ、最後が情報不足等により、アレと死亡との因果関係が評価できないもの。これが 99% 以上なんですね。要は評価できないっていうのが専門家の最終的な評価なんです。この厚生労働省に上がってきている、報告の中でね。はい。で、なぜ、こういうことが起きるのか。で、一体、その小島誠二先生が厚生労働省の職員さんに何を指摘したかというと、誰が、どういう人がこの評価をしてるんですかってことを突っ込んでるんですね。で、なぜかというと、その評価に関してずっと資料がね、厚生労働省のホームページの中に上がってるんですけれども、それを全部見てるんだけれども、どう考えても臨床医とか、そういう専門の先生が書いてるようなことには思えないと。どうしても不思議な点がいっぱいあると。普通の臨床医の先生は書かないだろうという書き方をしていたりとか、あとは、もう一つ突っ込んでたのが、例えば報告医、要はね、報告を上げているお医者さんが、あれとね、〇〇〇〇と死亡との因果関係がありとして報告を上げていても、最終的な専門家による評価は評価不能になっているんですね。評価不能。あとは、解剖してね、解剖医さん。解剖したお医者さんが、評価あり、これはね、因果関係ありと、いうふうに関連ありとして報告を上げているものも、全部、専門家による評価は評価不能、ガンマ判定になってるんですね。情報不足等により、あれと死亡との因果関係が評価できないものの中に全部入れられてしまってるんです。で、一体これは誰がこれをやってるんですかというふうに、厚生労働省の職員さんに質問したところ、職員さんはそれは言えませんということだったんですね。
なぜかというと、個人が特定される可能性があるものに関してはちょっとお答えできません。ただし、それに見合った専門家の先生、2人体制で、1件につき2人体制でその評価判定をしておりますということをおっしゃっていて、細かいこと、どういう人がやっているか、どういう専門家がやっているかということに関しては言えませんという回答だったんですよ。で、それに対して小島誠司先生は、それはおかしいでしょう。個人名を言えないのはわかるけれども、例えば臨床医がやっているのか、どういう専門家の先生がやっているのか、それは言えるでしょうっていうことを、問い詰めたんですが、それも言えませんっていう回答だったんです。だから、専門医による評価として、この厚生労働省のホームページの中に上がってるんですが、この専門医っていうのは、どういう専門の人がやってるか、今のところよく分かってないっていう、こんなことをやっているっていうのが今の現状なんですね。それがいいか悪いか置いといて、それが今の現状なんです。でね、実際にそんなことってあるんだろうかということで、一応僕もね、調べてみました。まあ他の方がね、結構ネット上で、上げてくれてたのとかね、そういう情報をもとに、一応厚生労働省のホームページを、探してみてね、見てみました。一番最新の情報が去年の12月16日に第89回の厚生科学審議会予防接種〇〇〇〇分科会なんたらかんたらかんたら副反応検討部会っていうのがあるんですが、その資料がまあ一番今のところ新しいものになります。去年の12月16日に公開されているものになります。この中でですね、資料 1-3-1 のところに新型コロナ〇〇〇〇接種後の死亡として報告された事例の概要、コミナティ、筋中、まあこれファイザーですね。ファイザー。まあそのメーカーごとに、全部分かれているんですが、このコミナティのところを、探してみました。で、これは、この時点でね、コミナティの、ファイザーのね、報告が上がっている件数が全部で、1707件。上がってるんですね。1707件。そのうち、評価不能、要は情報不足等により、あれと死亡との因果関係が評価できないものっていうのは1696件。まあほとんどです。99% 以上ですね。で、10件だけが、あれと死亡との因果関係が認められないもの。要はあれのせいじゃないよねって認められたのが10件。あれと死亡との因果関係が否定できない。もうこれは間違いなく、あれをしたせいで、死んでしまったんでしょうっていうことが認められたものは0件なんです。この3つの判定を専門家がしているんですね。専門家がしている。で、この中でですね、ずーっと下の方に行くと、もうこれすごい枚数が、全部でここの資料だけで、336枚のデータが載っているんですけれども、その281ページ目のところにですね、19歳の男性が死亡した事例が載っております。ちょっとこれを参考に一つ取り上げてみたいと思うんですが、これ、ですね、ナンバー1762番のところです。19歳男性、接種日、2022年7月29日、ね、去年の7月29日に接種日。で、発生日、まあ、死亡日が8月1日、要は3日後に亡くなられているんですね。3日後に。で、ロット番号も載っております。FP9647 というロット番号ですね。そして接種回数は3回目です。3回目を接種した3日後に死亡している19歳の男性の事例です。この、基礎疾患等というところを最初に読んでみると、令和3年に1回目と2回目はモデルナ〇〇〇〇を接種。モデルナを1回目と2回目はしたと。で、3回目はファイザー〇〇〇〇を接種。1回目2回目はモデルナ、3回目はファイザー。接種部の痛みと 37.4 度の発熱、脇腹の痛み、倦怠感などあり、接種3日後ベッドの上で死亡発見、ね、まあ接種した後に、すぐに症状はもう発熱したりとか、脇腹の痛み、倦怠感などはあったと。で、3日後に、ベッドの上で、死亡発見、死亡発見となった翌日の行政解剖の結果、心筋炎を伴う急性循環不全で死亡と判断された。
で、死因とは心筋炎になってますね。これ、重大な副反応として、一応厚生労働省でも認められているのが心筋炎、心膜炎なんですが、心筋炎、そのうちの心筋炎で19歳の男性が3回目接種後、3日後に亡くなっているということなんですね。で、報告医が、死因等の判断に至った検査、これね、行政解剖になってます。行政解剖をした結果、これは間違いないだろうということで、判断したということですね、報告医が。そして、因果関係は関連ありになってます。行政解剖をした結果、あれとの因果関係は関係ありとして、報告医は挙げてるわけなんですね。あれのせいで亡くなって関連してるだろうということで挙げてるわけです。しかもそれは行政の解剖もした上でです。解剖の結果を見た上で、挙げてるわけなんですね。で、他要因の可能性の有無、これ報告医がね、他の要因の可能性はありますかっていうのに対して、なしになってるんですよ。どう考えても他の原因、あれ以外考えられないってことですね。他の原因の可能性はありませんよって言ってるんです。で、あれの原因、あれの可能性は関連ありで挙げてるんですね。それに対してですね、専門家による評価。これはね、専門家による最終的な評価です。まず、〇〇〇〇と死亡との因果関係評価は、ガンマ判定になってます。ガンマというのは、先ほども言ったように、情報不足等により、〇〇〇〇と死亡との因果関係が評価できないもの。要は、情報不足等により、よくわからない。評価できないと、因果関係がね、はっきり判断できませんねっていうことになってるんです。で、その専門家による、評価のね、コメントがあります。媒検、この先ほどの解剖ですね。媒検による心筋炎の炎症所見から、心筋炎の診断は確定されている。心筋炎の診断は確定されている。〇〇〇〇との因果関係については、心筋炎は市中感染症などを契機として自然発生することが知られている疾患であるため、〇〇〇〇による心筋炎なのか、〇〇〇〇とは関係のない自然発生した心筋炎なのかを判別することは困難である。以上から、〇〇〇〇との因果関係をありと判断することはできないと考えた。これが最終的な専門家の評価なんですね。ちょっとね、腹立ってきますよね。まあでもちょっと、これあくまでも客観的な事実を今日はお話ししたいと思います。僕の感想はちょっとここでは言わないようにします。なるべく。もう一度言いますね。媒介による心筋炎の炎症所見から、心筋炎の診断は確定されていると。で、〇〇〇〇と因果関係については、心筋炎は市中感染症などを契機として自然発生することが知られている疾患であるため。いわゆる心筋炎っていうのは、市中感染、その辺にでね、市中感染症などを契機に自然的に発生することが知られている疾患であるため、あれによる心筋炎なのか、もしくはあれとは関係のない自然発生した心筋炎なのかを判別することは困難であると。どっちが原因かわからないよねってことを言ってるんですよ。これ言い出したら全てがそうなってしまうと思うんですけどもね。以上からあれとの因果関係をありと判断することはできないと考えたってことなんですよね。これは、19歳の男性がね、接種後、症状が悪化したと。そして3日後に死亡してしまったと。それでも、これ自然発生的になったものなのか、あれのせいでなったのか、判断できないから、評価はできませんっていう、最終的な、これ、専門家の評価なんですね。でも、報告を上げている、お医者さん、そして、解剖医は関連あり、それ以外の可能性は、なしというふうに報告を上げてるんです。上げてても、評価できないね、分かりませんねっていうのが、この最終的な報告なんですね。で、もう一度、小島誠二先生の話に戻りたいと思うんですが、じゃあ、この専門家っていうのは一体誰がやってるんですか？その時、小島誠二先生も言ってました。普通の臨床医であれば、解剖医が評価ありと、関連ありと、
もしくは報告を上げているお医者さんが、これは間違いなくそれの原因の可能性が高い、可能性でしょうと言っているのに、簡単に、それを覆すような判定をするということは、普通で考えたらありえないと。解剖までしてね、ちゃんと解剖までして、関連ありと上がってきているものに対して、それは、いや、でもやっぱわからないですよね。自然発生的になったのか。要は、自然発生的になったっていうのは、19歳の男性の方がたまたま、あれとは関係なく、たまたま心筋炎になって、自然発生的にね、心筋炎になって、3日後に亡くなってしまった可能性もあるということを言ってるわけなんですね。だけど、解剖医がね、解剖までして関連ありと挙げているものを、普通の、臨床医だったら、そんなことはね、するなんてありえない、考えにくいと。だから、疑問なんです。教えてください。一体誰がこの評価を、最終的な評価をしているんですか。それに対して厚生労働省の回答は、答えれません。個人を特定するようなことは答えれません。いや、個人名は言わなくてもいいんです。どういう専門家がやってるのか教えてください。それも答えれません。個人が特定されてしまう可能性があるので答えれません。これね、これだけたくさんの方が亡くなっている、切実に訴えている。だけど、個人を特定される可能性があるものは答えれないっていうことなんですね。これ何の専門家がやっているかっていうことも答えれないっていうのは、やっぱりこの命、ね、人が死んでいるわけですから、それを扱っている中で、そういうことはね、やっぱりきちんとオープンにしてほしいなと。本当に、これは僕も思います。この判断がね、正しいか間違っているかというのは、ちょっと僕は、ちょっとここでは置いといてですね、皆さんちょっとお察しいただきたいんですが、100分の1ぐらいの、100分の1ぐらいに抑えて喋ってます、今。1000分の1ぐらいに抑えて喋ってますが、でも本当にね、まずそういうことだと思うんです。で、国が、厚生労働省がこういう評価をしていると。この一件だけじゃないですよ。他にもいっぱいあるんですね。他にもあるんです。こういうことがいっぱいあるんです。こういうことがいっぱいあって、そして、例えば河野太郎さんだったりとか、まあ、国の姿勢としては、まだ、あれがね、原因で死亡した人は今のところまだいませんと。原因がね、はっきりした人は。だから、死亡保護検査確かに上がっているんだけれども、それはたまたまね、接種した後に、他の病気で亡くなる人だっているし、接種した後に何かの原因で亡くなる人もいる。だから、あくまでも接種した後に亡くなったというのは、あれが原因で亡くなったっていうこととは違うんですよっていうスタンスなんですね。スタンスなんです。だから、今、日本では、1900人以上の死亡保護件数が上がっているんですが、それがあれのせいで亡くなったと、しっかりと、認められたもの、評価されたものは、今のところ0件なんです。0件。何度も言ってますが、健康被害救済制度っていうのはまた別の救済制度になりますので、そちらは15件今のところ認定されてるんですが、それは幅広く救済しましょうということで、因果関係が否定できないものも含めて、その対象になると。だけど、こっちの厚生労働省の判断としては、評価できない、わからない、自然的に起きたものなのか、あれのせいかわからない、そういう、それが、ほとんど99%以上になってしまって、この現状を踏まえてですね、皆さんの、まあ、ご本人19歳のね、男性、例えばお子さんだでもを想像してみてほしいですし、もしくは自分が19歳の男性だと思ってみてほしいんですが、こういう評価のされ方をしてしまうっていうのは、本当に心苦しいというか、やっぱりきちんと、どういう人がこの評価をしていて、なぜこういう評価になっているのかっていうことをきちんと説明、せめてしてほしいなというふうに思います。皆さんはどう思いますでしょうか。ですね、その小島誠二先生の、ことを、その厚生労働省のね、やり取りについて動画を、少し前に撮っておりますので、これ12月14日に撮っていますね。僕のセカンドチャンネルに今上がっています。これリンク貼っておきますので、よかったらご覧ください。ちょっとひょっとしたら、近いうちに削除してニコニコ動画の方に移してしまうかもしれないんですが、プラスアルファですね、何度も何度も話題にしていますが、11月25日に昨年ね、行われた超党派議員連盟の勉強会、
このリンクも貼っておきます。これはですね、本当にたくさんの人に見てほしいなと思います。まあご覧になられた方多いかもしれないんですが、長いですけれども、これは本当に全国民が見るべきなんじゃないかなというふうに僕は思っています。これが今現在行われている、今現在の状況なんですね、客観的な、で今日いろんな話をしましたが、今日は客観的な厚生労働省に載っているデータの事実です。事実、報告医そして解剖した結果そういうふうに上がっている。だけど最終的な専門家の評価は、評価できないというふうになっている事例が、たくさん上がってきているっていう事実ですよね。でそれをもとに政府とか政治家っていうのはそうやって話しているっていうのが事実です。そして、それに対して、疑問視する専門家の先生もいる。一体誰がこの評価をしているんですか、こういうことはね、本当にたくさんの人に、多くの人に知ってもらいたいなと思います。そしてやっぱりもうとにかくオープンにしてほしいですよね。オープンにしてほしい、いろんなことを、もうお願いします。もう2年経ってるわけですから、これスタートしてね、もうどんどんオープンにしてほしいなというふうに切に願います。はい、ということで、皆さんはどう思いますでしょうか。それではまた会いましょう。バイバイ。